この時間はアーセナル対ベンフィカ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはノイゾネアレナで行われます。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日のゲームはとても楽しみなマッチアップになりました。北澤さん、これは好ゲーム期待できますよね。まあ強豪と言われるところはやはり攻撃も守備もバランスが取れてますからね。両方とも見応えのある試合だと思いますね。はい、アーセナルのキックオフでスタート。アーセナル対ベンフィカ、エキシビションマッチです。強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するミドルしのぐタラブ、ユリアン・バイグル、大きく縦へ、これはつながりません。スミスロウ、左サイド上がっていく、上げる、オバメヤング、アーセナル よく詰めていましたね。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジションに残って、落ち着いて枠に流し込んだいいボールですよね。さあアーセナル早くも1点先制と幸先いいですね。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね。このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。セフェロビッチ、ここでファウルがありました。いや、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。この距離十分に狙える位置です。立ち上がりから流れ来てますよね。うわー、北の手ベンフィカ、素晴らしいゴールでしたね。決められてから北澤さん、またすぐでしたね。まあ見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。ゴールに吸い込まれていきます。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね。ベンフィカ奪い返します。タラブ、裏へ届くか、コーナーキックです。長いボール縦へ、エジェリー、エデゴーア、オバメアン、スミスロウ、ティーラン・ティアニー、
スミスローからキーラン・ティアニー、ピッチチャレンジはしません、後ろに流す、オタメンディ、ターラブ、オタメンディから大きく縦へ、ベンキカは先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、オプションがそこにあるってことですね。そうですね、縦へのボール、グリマルド、ピッチ、ユリアン・バイグル、ディフェンスをものともしません。モハメド・エルネニー、トーマス・パーティー、スミス・ロウ、長いボールを送ります。いい展開ですね。仕掛けるタイミングを図る。もう一つ前に行きたい。さあどうする、オーバメヤング、素晴らしいシュートなんですが、キーパーの土正面、いや今空いたんでしょうけどもね、正面でしたね。オーバメヤング、チームのキャプテンとしてプレーしています。大きく縦へ、ボールを下げてリズムを作るか、ティーラン・ティアニー、今日の試合でアシストを記録しています。一気に前線にボールを送る、エベルト、素早いパスで攻め上がっていきます。ターラブ、ユリアン・バイグル、ターラブ、ターラブから左サイド、ユリアン・バイグル、チャンスになる、エベルトンからのパス、ターラブ、ターラブからエベルトン、ロブホールディング、モハメド・エルネニー、レジェリー、ベジェリンから大きく縦へ、ターラブ、ベンフィカが最終ラインまでボールを下げる、縦へのボール、トーマス・パーティー、ティーラン・ティアニー、長いボール縦へ、長いボールを送ります。ユリアン・バイグル、いけるか、シュート、いやファインセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね、ファインセーブですね。ベイフカ、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。セフェロビッチ、どうだ、キーパー触る、グリマルド、どうする、組み立てながら攻め上がっていく、
グリマルド、スペースを狙う、一旦前を取る、クロス合わせてくるか、グリマルド、チャンスを演出できるか、ユリアン・バイグル、素晴らしいシュート、いやー勝ち越し、ベンフィカ試合をひっくり返します。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあベンフィカ待望の1点をもぎ取っています。ディラン・ティアニーからスミスロー、オバメヤン、エデゴーア、ミドル、いやクロスバーの少し上、精度の高いキックでしたしコース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。エデゴーは彼の前の選手は北澤さん、みんな動きがいいですね。パスを出す方もやりやすいんじゃないでしょうか。まあ彼が持った瞬間周りのスイッチが入って全体が流動的になりますよね。ピッチ右サイド上がる、アーセナルがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなげたいですよね。これはファウルではありません。チャンスシュート、決めた、ベンフィカ怒涛の追加点。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。今日2点目のゴールです。さあベンフィカこれで2点差リードを広げます。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。シュート止めた、セフェロビッチ裏を狙う、中に入れる、ベジェリー大きく縦へのアーチ、ユリアン・バイグル、ピッチ右サイド上がっていきます。セフェロビッチサイドのスペースへ走らせる、上げる、アーセナルあわやというシーンでしたがここはしのぎます。さあどこに出してくる、セフェロビッチ打てますよ、シュート来た、追加点、ベンフィカ連続ゴール。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識していないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。セフェロビッチ今日2点目です。
さあベンフィカ3点リード、立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね、はい、さあつながるか、左サイド上がっていきます、クロスを選択、グリマルド、ここで長いホイッスル、前半終了です。アーセナルちょっと押され気味といった前半でした。どうしても引かされるシーンが多かったので、もうちょっと後半は攻撃的に行きたいところですよね。アーセナル対ベンフィカ、ではこの後も試合をお楽しみください。後半キックオフです。アーセナルとしては、まあ、このハーフタイムでどういう修正をしてきたかですよね。そうですね、リッチ、ターラム、グリマルド、これ仕掛けるか、さあ上がる、クリア、このピンチをなんとか出します。セフェロビッチ、ヒーラン・ティアニ、トーマス・パーティ、エデゴーア、ゲジェリ、また中央へ、スミス・ロウ、セフェロビッチ、リッチ、一人で持っていけるか、あっとこれはワンツー、体強いですね。さあ中はいる、中央へ来た、頭だ、クロスに合わせるというシュートシーンでした。ベンフィカ決定的なチャンスを収めることができませんでした。トーマス・パーティ、モハメド・エルネニー、ゲジェリ、エデゴーア、モハメド・エルネニー、どうする、激しいボールの奪い、ミドル、枠いっています、うん、この勢いは大事ですよね。積極的でいいと思いますけどもね、とりあえずでも打っていけば何か起こるかもしれないですからね。オタメンディ、グリマルド、オタメンディ、ユリアン・バイグル、縦へのボール、トーマス・パーティ、アーセナルとしては1点ではなくて2点3点取っていかなければなりませんよね。そのためにはベンチワークが必要だったり、選手間の修正が必要かもしれませんね。ベゼリンからモハメド・エルネに、足元大事に行きます。中で味方の選手が待っている、もうこれいいでしょ、中はマイスイル、渡ります、さあどうだ、ミドル、これは完全に枠を捉えています。まあいいですよね、この積極性は大事ですし、打っていかないと始まらないですからね。とりあえずゴール前に何か起これという気持ちもあるでしょうね。ミドルシュートに行きました、スミスロウ、セフェロビッチ、ゲジェリ、ベンフィカは先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか北澤さん。そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに突き出された時は、残りの中盤の選手がカバーに入りますからね、はい、なかなか崩れませんよね。なるほど、チーム全体として非常に守備の意識が高いと言えますね。はい、ただ外でボールを回されてしまうとなかなかプレッシャーに、シュート、もう一回パット上げて、シュート、
点というところまで来ました。流れるパスワークからゴールが生まれました。いやー、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。オーバーミアン、今日2点目のゴールです。さあ、アーセナル2点差に詰め寄りました。グリマルドのこの試合2得点、あと1点決めればハットトリックです。エデゴーはく縦へ、ピッジ右が上がっていく。これはスローインとなります。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。激しいボールの奪い合い、ボールがつながる。あ、これは取らないですか、レフェリー。スミスロウチャレンジはしません。後ろに流す、大きく縦へ、ターラブ、ユリアン・バイグル、長いサイドチェンジ、長いパスがつながります。ジャルデ、グリマルド、エベルト、ここで前を向けるか。この位置でボールを受けます。ボールが上がる。これは合わせたかったですよね。スミスロウ、モハメド・エルネリ、エデゴーはレジェリ、撫でるようなボールタッチ、トーマス・パーティー、ルーズボール、寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。ちょっとボールを持ちすぎな場面もありますよね。トーマス・パーティー、スルーパスを狙う。キーラン・ティアニーからスミスロー、クロスを上げる。これを拾いたいベンティカ。トーマス・パーティーからシュート。アーセナル絶好の得点機、ものにできません。結果的に大きな場面だったかもしれませんね。トーマス・パーティーがキープしたとき、周りのオフ・ザ・ボールの動き、素晴らしいですね。そうですね。相手は彼がボールを受けた瞬間、マークの再確認が必要ですよね。セフェロビッチ。ボール入るか。ロブ・ホールディング。レジェリー。エデゴーは上がっていく右サイド、中央へ折り返す。ベンキカはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ジャルデ、グリマルド、ターラブ、縦へのボール、仕掛けるか。
残り10分です。ユリアン・バイグル、エベルト、ユリアン・バイグル、サイドへ、ビッチ、スピードアップしたいとこだったんですけどもね。セフェロビッチ、スルーパス、トーマス・パーティ、エデゴーア、スミス・ロウ、ティーラン・ティアニ、どこを使う、ユリアン・バイグル、パスでつないで攻め込んでいきます。ベンフィカ、グーズボール、トーマス・パーティ、エデゴーア、残り5分を切っています。エゼリ、右サイド上がっていく、この位置で受ける、トーマス・パーティ、来たか、ミドル、わずかに右へそれました。もう空いた瞬間狙ってきますからね、もともとミドル得意ですからね。アーセナルがメンバーチェンジをします。ボールの奪い合い激しいものがあります。ファールありません。ティーラン・ティアニ、トーマス・パーティ、上がっていく左サイド、ここは体を張ります。激しいボールの奪い合いです。アーセナル、ここでファールをもらいます。ティーラン・ティアニ、中に合わせてくるか、ここで丁寧にボールを扱う。ウィリアンからボールが上がる、頭できた、オーバメヤン、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりそうしていかなければいけませんよね。アーセナル、チャンスを迎えたシーンがありました。ティーラン・ティアニ、ウィリアム、大きくサイドチェンジ、このパス回し、ウィリアム、オドメア、 PK ですか、どっちだ、いやでも危ない場所ですよ、ここはちょっとファウルになりましたけど、この辺で押さえておかないと危険ですよ。選手たちもちょっと感情を抑えきれないという状況です。ここは直接行ける位置です。もう時間ないですから、ここはこぼれた、どうだ、うわ惜しい、さあ笛が鳴りました。4対2、アーセナル逆転負けで試合を落としてしまいました。さあ終わりました。アーセナルとしては終わり際に勝負かけてきましたね。それに対して相手も必死に守ってましたし、最後の最後までどうなるか分からない展開になりましたね。そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤豪さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。アーセナルが負けてしまいました。